東条会を標的とした凶霊会の銃声、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢上のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも八神さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあ、まず通報した方がいいです。それから。通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。なんだ。源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか、お前
それが妬ましかったんじゃないか。はあ、被害者とはもともと不仲だったって。なるほど、挨拶代わりに人を犯人扱い。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうよ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前警察なめんなよ。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです。星野君も。分かってる。今からそっちに行くから。じゃあまた後で。大変だったな、八神。疲れてるとこ悪いがよ、新谷のことを話してくれるか？新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで、電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を？ええ、えぐられてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ、どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。
多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あのモグラが新谷先生を八神さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。わかんねえ。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。八神。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までもぐらに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも良い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、八神。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は？僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃお先。おやすみなさい。この事務所を八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。ちょっとだけ話させてもらっていいですか。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。八神さん、さっき言ってましたよね。源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり。ん？僕もいいですか。一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため？あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですからいいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか、僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろう。へえ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。
まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。でそいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって？知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護したあの大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。あの、
あの、八神です。八神さん、はい。
あの、あの、またな。カイトーさんに声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。俺は遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ、兄ちゃん。そうやって凄むと、むしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。へー、星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え、喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだな。ああ、そうらしい。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、
新谷が殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。ええ、これですよ。本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威で、アドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時、センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は源田法律事務所の弁護士で八神と申します。あ、はい。昨日私の同僚で新谷という者からそちらに電話があったかと思うんですが、彼と話をされた方につないでいただけますでしょうか。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。いえ、分かりません。ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、多分認知症の治療薬についてだったと思うんですけど。それだとちょっと分かりませんが、広報におつなぎします。よろしいですか。ええ、お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。お待たせしました。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。そうですか、わかりました。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手にそんな。そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ。今はどうしてるの。拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは。いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ。大久保って実際どんな人だったのかと思って、結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの。マジで無実と思ってた。
多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ。それも八神さんが弁護してたよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然？もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや、ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。創薬センターか。妙なとこで古い因縁とつながってきたよな。何か勘違いしてるのかもしんねえがな、俺はお前らの仲間になった覚えはねえぞ。少しは遠慮しろよ。八神さん、こっちです。タクシー捕まえました。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。私には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ？ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか？ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。何緊張してんだ。お前
前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました？いや、3年前と変わってなくてね。はい？ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。お約束でしょうか？いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか？申し訳ございません。そういった個人情報にはお答えいたしかねます。ならセンター長の木戸さんと話せますか？以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。あ、八神さん、あれ木戸さんですよね？加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ？ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あのセンター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と。八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。俺らは歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ。
たまにはチヤホヤされてえな。少し歩きます。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。怪しいな。なんだ。これは。個室、被害者が亡くなってから他の人は？誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ。殺害されて運び出された？私には分かりませんけど、多分。怪しいな。窓ははめ殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。ん？この窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう。十分だ。そうですね。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし、寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。
ちゃおうなんだよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。ふん、もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。よし、いいか。被害者はこの病室の入院患者だった枠浩一、66歳。事件当日の朝8時半、ナースたちが枠の不在に気づいた。枠は認知症患者で、初めは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。しかし見つからず、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両を全てチェックし、浮かび上がってきたのが出入りの理念業者大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたとその場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で腐敗した遺体として発見された。死因はおそらく窒息死、ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は？八神先生。ありますね、大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張、認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。ああ、大事なことといえば奴が障害の前科持ちってのもポイントだな。恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ法律が許しても俺が許しませんね。だろ。ただそれで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が紛れ込んでいた誰がそんな言い訳信じんだ。だからまず弁護人が信じなきゃあのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいいぞ。もうここはいいですか？次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ、寺澤ちゃん。資材の搬入口だっけ？事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。行くぞ。
永見、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。はあ、普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう八神、これ見ろ。リネン業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。でこの中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保くんのトラックが止まってた場所は？トラックはこの駐車場で、エレベーター側に尻を向けてた。そいつを再現したのがこれだ。なるほど。車両は2トントラック。その荷台から被害者の体液が検出されている。つまり遺体がそこにあったって証拠だ。そいつを突きつけられて大久保は死体の遺棄を認めた。大久保のトラックには被害者の痕跡が残ってた。最後に被害者が目撃された時間は？朝8時よりは少し前だったはずです。ああ、7時50分だ。創薬センターの研究員が証言してる。ベッドに寝てたじいさんを見たってな。なるほど。その目撃者から話は聞けますか？いや、アポ入れたが断られた。これ以上研究の邪魔してくれるなとさ。いや、そこをなんとかってわけには。あのな、弁護士が証人に面会の強要はできねえんだよ。下手すりゃ証人威迫罪だな。諦めろ。わかりましたよ。じゃあ7時50分に被害者は間違いなく目撃されていたと。8時が朝食の時間で、自力で立てる患者さんはデイルームに集まってくるんです。でも枠さんはその日8時半になっても来ませんでした。みんなすぐに見つかると思ってたが、実はもうじいさんはフロアのどこにもいなかった。ええ。いいか、じゃあここでまた一旦事件を整理するぞ。病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのはランドリーカートを押していた大久保だけだ。事実、そのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保は警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体の在りかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。なあ、もう十分だろ八神。お前が入れ込んでるのは分かってるがよ、
まず無罪は諦めろ。話になんねえ。大久保君がやってないと言ってるのに。俺はとことん付き合うって彼に約束したんです。知らねえよ。勝手な約束してんじゃねえ。なら俺一人でもやります。新谷先生に迷惑はかけません。俺がよくても源田先生の名前に傷がつくだろうが。だから依頼人が無実を訴えてるんです。だったらやるしかない。俺は先にロビー戻ってるぞ。あの、よかったらもう一度さっきの病室見てから戻りますか？いいんですか？あ、助かります。あの、これでもう終わりですか？ええ、もう一通り調べたと思います。まだ何か？大久保さんはどのくらいの罪になるんですか？え？もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあもし罪を認めたら、大久保さんの刑期は短くて済む？裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも八神さんは無罪を主張するんですか？負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい？話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃあ、あなたから見て大久保君はどんな人？ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。さっき創薬センター見てきたよ。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした？無罪を狙うなら絶望的だよ。おい、八神先生もそう思ってるんですか？俺は大久保君が無罪っていうんならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。
事件のあった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。で、その時ワクさんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。違います。俺がワクさんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度もワクさんを見てません。わかった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは事実です。そして警察に通報するか迷った末に、君は死体を隠すという選択をしてしまった。傷害の前科があるから警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあったんだって。え、トラブルって急に何の話ですか。事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って殴られて、創薬センターで聞き込んできたよ。いつそんな話を。お前が寺沢ちゃんと2人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を。違うんだよ、物取られ妄想って言うんだってな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。ほんと手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだったろ。で、君はじいさんに殴られて危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。俺はそんなことで人を殺したりしません。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保君、女を殴った前があるし。どこかに真犯人がいるんですよ。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。八神先生は俺が無実だって信じてくれますか。信じてるよ。じゃあ次からは一人で来てください。安心しろ、邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺澤さんってナース知ってるだろ。結構可愛い子。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。新谷のやつ、やっぱり放り出しやがったか。あいつは粘りがなくていけねえよ。けどこれでもう俺の案件です。一人でやりますよ。そうか。八神さん、ん？最近真冬と会ってないんですか。
え？なんで急に？あの子は男の人に免疫がありません。八神さんがリードするべきです。なんだそれ。沙織君の幼馴染か。新谷が悔しがってたぜ。あんな美人の友達がいるならもっと沙織君に優しくしときゃよかったってよ。俺らまだ付き合ってるわけじゃ。まだと言いましたね。つまりその気はあると。だとしてもそっとしておいてくれる？もうそっとしといてあげます。真冬くんは検事なんだろう。弁護士と付き合うとかありなのか。だからほっとけって。まあ、まずは大久保新平の件か。無罪を主張する方針で行くんだな。そのつもりです。勝つ目処はついてんのか。なんか突破口はあるんだろう。まあ一つだけ掘り下げたいと思ってる証拠があります。おお、そりゃなんだ。これです。被害者が入院していた個室なんですが、この場所で目撃されたのを最後に被害者は姿を消しました。その時目撃者は病院のドア越しにこんなアングルで枠さんを見たはずなんです。でもこれだと手前の棚で見通しが悪い。ああ、要するにベッドに寝ていたのが本当に本人だったかは反論の余地があります。布団の中に人がいるように見えただけだったとか、または犯人がそう見せかけたとか。だとしたら裁判にどう響く？まず8時の時点で被害者が生きていたという前提がなくなります。すると犯行可能だった時間帯が大幅に広がる。弁護側としては大久保以外の人間でも被害者を病室から連れ出せたと主張できます。なるほど、悪くねえな。おい、お前なんだ。今の新谷の声だよな。多分。逃げるんだ。うわあ、今のやつがうちを盗み聞きしてて。盗み聞き。で、いきなりスタンガン押し付けてきやがってよ。おい、待て。あんた寺澤さんだろ。違うか。離して。
こんな人前で堂々と痴漢かよ、クズ野郎。てめえをおもちゃにしてやんぞ、おら。弁護士さんって案外強いんですね。別に俺から逃げることなかったろう。用があって来てくれたんじゃないのか。八神さんと話したいことがあって、でもあそこでまた悩んでたの。そしたらあのセクハラ弁護士が大声出すから、つい。だからっていきなりスタンガンかよ。まあ、あの人だったから別にいいけど。話すだけなら悩む必要なんてないんだよ。どんな内容でも秘密にしたければ黙ってる。安心しな。弁護士の守秘義務ってやつだ。枠さんを最後に見た目撃者がいますよね。病室で寝ているのを見たって。ああ、その証言をするの庄野さんっていう人なんです。先端創薬開発センターの科学者で、センター長の右腕。この人が庄野。ええ、真面目な人だからナースからも信頼されてて。でも証言する内容を聞いたらちょっと引っかかることがあった。どういうこと？庄野さんが本当に枠さんを見たのか、なんか怪しいっていうか、嘘をついてるってことじゃないの、ただちょっと勘違いしてるんじゃないかなって。他のナースも多分みんなそう思ってると。そんな話今まで全然出てなかったな。だって研究棟の先生にケチつけることになるでしょ。ナースの立場じゃやっぱり言いづらいと思う。おまけに裁判で証言なんてことになったら。寺澤さんも証言まではできない。ううん、私はもともと職場でちょっと浮いてる方だし。それに、ん？大久保さんは無実だと思うから。へえ、そっか。やっと俺にも味方ができた。私は先端創薬開発センターの研究員です。センター付属の入院棟では様々な新薬の臨床試験が行われてまして、それで事件の日もいつも通り患者さんたちの様子を見に行ってました。それは何時頃でしたか？7時50分頃です。確かですか？
患者さんたちの朝食はいつも8時と決められてます。ですからあの日だけでなく、私はいつもその時間に入院フロアのデイルームへ行くんです。デイルームというのは？ええ、自力で立てる患者さんは各自の病室ではなく、そのデイルームで朝食をとります。そして私はナースが食事を介助する脇で患者さんたちから体調や薬の感想を聞き取るんです。庄野さんはそこへ向かう途中、被害者の病室を通りかかったわけですね。はい。その時に枠さんの姿を目撃された。はい。どのような状況で枠さんを見られたんでしょうか？病室のドアには窓がついていて、廊下からも覗くことができます。こちらが病室の様子ですね。そうです。私は廊下にいて、その窓越しに枠さんを見ました。枠さんは布団をかけた状態でベッドで眠っていらっしゃいました。その時刻がだいたい7時50分頃です。以上です。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、なんかまずいのか？いや、別に。寺澤さん、先ほどの庄野さんの証言は聞かれてましたよね？はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？庄野さんは枠さんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんが枠さんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。庄野さんが被害者の枠さんを見たという証言は嘘でした。何？なぜなら庄野さんが見たものは枠さんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらず枠さんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか。常識的に考えれば枠さんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。枠さんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は被害者が病室から運び出された時間を庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間、枠さんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜、人目につかない時間に枠さんを連れ出すこともできます。そしてその後隙を伺って
被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。庄野さん。はい。単刀直入に伺います。あなたは事件当日の朝、和久さんの病室の中に何をご覧になりましたか？ベッドで眠っている和久さんだったと思います。はっきりと和久さんの顔を見ましたか？よく覚えてません。ではベッドにいたのは別人だった可能性があります。もしくはただ単に布団が膨らんで見えていただけで誰もいなかったのかも。そうではありませんか？異議あり。弁護人の意見を押し付ける質問です。弁護人は質問を変えていただけますか？あなたが見たのは和久さんだったと間違いなく言い切れますか？言い切れないかもしれません。尋問は以上ですが、ここで一つ検察に申し上げます。は？被告人は犯行がわずかな時間帯に行われたという前提のもと、ただ一人の被疑者として起訴されました。しかし正確性に欠ける目撃証言が崩れた今、犯行は被告人以外の人物にも十分可能だったと考えられます。そこで検察は控訴取り消しはお考えになりませんか？もうこの裁判自体が時間の無駄にもなりかねませんので。検察は目撃証言が崩れたとは認識しておりません。些細な点で記憶が曖昧だとしても、証人が被害者を目撃したことは間違いありません。それでは正確性に欠けると思いませんか？前途ある若者を殺人という罪で裁くこの場で、庄野氏の証言は完全に信頼できると言えますか？庄野氏は誠実な科学者です。幼い頃に認知症のおばあ様の姿を見て育ち、その特効薬を作ろうと苦学の末に先端創薬開発センターで指折りの科学者にまでなった。日夜研究し、そして患者をいたわる気持ちから日々巡回していたことで今回の目撃証言につながったんです。その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば、間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも庄野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか？証人の肩書きを信頼しすぎて証言への裏付けが不十分だったのではありませんか？証人の肩書きに左右されることはありません。検察は DV の前科を持つ被告人の証言にさえ聞く耳を持っています。6年前、被告人の当時の恋人は指を骨折させられ、今も後遺症が残っています。原因は飲酒と些細な日常生活での行き違いでした。一方、今回被告人は事件のあった数日前に被害者の和久さんから財布を盗んだと疑われ、顔をはたかれています。このことは異常者といえるほど激しやすい被告人が犯行に至った動機として十分に考えられる。どうされました？退廷しないのであればお座りください。寺澤さん。大久保さんは異常者じゃありません。
6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。勝手な発言は控えてください。枠さんに殴られたことも認知症の症状の一つと理解してました。だから恨みなんてしない。それが殺人の理由なんて考えられない。寺澤さん、もういい。大久保さんにだっていいところはいっぱいあります。今すぐ退廷を命じます。確かに愛想はいい方じゃないけど仕事熱心だし約束は絶対に守るし、大久保さんは万が一自分が有罪になったら私に迷惑がかかるから、だから私に証言はするなって。だから弁護士にさえ私たちが付き合っていること絶対に言うなって。自分が刑務所に行くかもしれないのに私の将来を一番に考えてくれる人なんです。そういう人なんです。そんな大久保さんを異常者と呼ぶ検事が本当に聞く耳を持っているんですか？それからも審理は続いたが、彼女の捨て台詞が判決の行方を決定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかしそれからわずか一月後、その大久保の手によって寺澤恵美は無残な姿に変わり果てた。どうしました？いいえ、何でもありませんよ、事務次官。しかし、3年ぶりにお会いします、木戸さん。今もセンター長でいらしたんですね。確かに見覚えがあるな。でも、前より随分やさぐれたか。今は、神室町で探偵をやってます。八神です。腹が立つよ。あの時は君のせいでミスミス寺澤君も。そうだろう、小野。誰にも止められなかったんです。私がもっとしっかり証言できていればよかった。小野さんでしたか。それで今日はここで何を？ある殺人事件の調査をしてます。ぜひご協力いただけませんか？昔のよしみで。ああ、そういうことか。分かった。ご苦労さん。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は？正野だ。さっきのあの正野さんですか？まあ結局何の用だったかは分からずじまいだがね。電話があった時正野は席を外していたし、その新谷さんも伝言は残さなかった。でも何か心当たりは？さあ、正野は新谷さんと面識がないと言っている。だから電話が来た理由も分からんと。本当に？はあ、私も正野もアドデック9の論文著者だよ。これでも随分名が知られるようになってね。赤の他人が友人や親戚と名乗って連絡よこすこともある。新谷さんもそういう手合いじゃなかったのかね。新谷を殺害した犯人は神室町でモグラと呼ばれてます。これまでに他にも3件ヤクザの目をえぐって殺してる。その事件はご存知ですか？ニュースくらいは。
モグラがこちらのセンターと関係してそうなことは。は？思い当たることは何もないね。そろそろいいだろう。もう協力できることはないよ。あの、お待ちください。困ります。あなた方は？黒岩と言います。カムロ署組織犯罪対策課。こちらへある事件の重要参考人がお邪魔してること。お前のことだぞ、八神。ん？新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。なんだと？